今さっきね、農林水産省のホームページをね、ちょこちょこっと見てたんだけども、それはね、食用自給率、これが平成30年度のがね、なんか出てて、パーッと出てきて、で、37% だと。数年前 39% だったのが 37%、2% まで落ちたんだなーって思ってみてね。でもね、この 37% ね、まあ 37% っても低いよ。低いんだけど、これね、実際の農業の現場ってものを考えたとき、まあ、本当の自給率ってのは 37% じゃないんだよね。なんでかっていうと、トラクター、まずトラクターは絶対使うんだよね。で、その耕したりとか、物を植えたりとか、そういう後ろをね、付け替えるとトラクターでいろいろなことできるんだけども、そのトラクターの材料になってる、まあとりあえず鉄、鉄だけじゃないけども、その鉄、それどこから手に入れてますか？まあ、外国だよね。で、そのトラクターを動かす燃料、どこからね、仕入れてますか？ディーゼル、軽油、どっから？外国から。ね。で、例えばね、このトラクターとかね、機械ね、トラクターだけじゃないよ、機械だよ。これなくても、野菜は作れるんだけども、これなければ農業はもう成り立たないです。日本の農業は。だから、そういうもの、成り立たないもの、これがなくなったとして、だ自給率どのくらい下がるかって考えたとき、さらに、軽トラも同じもんで、運ぶとかね、あと軽トラじゃなくてもトラック、それを運搬する、運ぶ、種を運ぶ、種だって外国がほとんどだからね。滝井種苗っていう大きいね、京都だったかな、の種苗会社、俺も使ってるんだけども、そこの種とか袋裏見ると、アメリカとか中国って採取地が書いてあるね。採取地、種を取った場所。それも外国。ね、種も外国。使う機械も外国。ビニールハウスのビニールの材料は？骨組みは？ね、そうやって考えていけば、あと農薬とか肥料、これもなければ安定的な、供給っていうのは不可能なんで、そういうものの原材料っていうものを考えて、で、国内で全部賄うってなると、10% は下回るだろうなと。だから、これね、この認識してる人、これ認識をしてくれたのは、俺が大学行った時のゼミの教授なんだけども、ね、地域社会学っていうのをやってて、各地の農村回ってさ、北海道から沖縄まで、全国いろんなとこ行って調査した先生で、本当の自給率ってのは 10% もないと思うと言ってて、確かにそうだなって俺も農業やって思うんだよね。で、これ何が問題なのさ、低くたっていいじゃないって、街中に大量に食料があるじゃないって思うかもしれないんだけども、果たしてそうなんだろうかと。で、今はね、とりあえず安全だけども、今感染症のリスクが出てきて安全じゃなくなってきてるんだけども、まあ、戦争が起きた。で、こうやって今みたいに感染症のリスクがあると。そうすると、物の行き来がなくなってくるじゃない。貿易っていうものも。で、特に戦争なんかになると、兵糧攻めみたいなね、の物流をね、海を立って、飛行機も立ってってなってくると、まず、食料ないところおしまいだよね。それはもう誰でもわかると思う。簡単なこと。でさ、その食料がない、食料イコール国力なわけよ。つまり農業イコール国力なのね。それを外国は分かってるのよ。だから農業をすごく優遇するのよ、うん、農業がなければ滅ぶのよ、国が。で、実際今まで抱えた、これはね、南克幸先生っていう土壌学の先生の教えなんだけども、その先生はね、曰く過去に栄えた、ローマ帝国とかああいうところとかも結局滅びたのは、土壌をね、酷使して要するにそこに植えて取るばっかりで、取ってばっかりで土壌を豊かにしなかったから食べ物ができなくなって滅びたんだっていうふうに話してるのね。まあ実際に強かったとしてもね、武力があって強かったとしても兵器があっても食べるものなければ滅びちゃうんだよね。そういう感じで、ただ日本ってのは本当の食料の自給率ってのは 10% 未満、まあそれも貿易して仲良くしとけば 37% と、まああるけれども、これってもう
これでも今みたいに安定して裕福な食事ができるのは外国のおかげなのよね。中国様様、アメリカ様様、ヨーロッパ様様、ね、そういう外国のおかげで成り立ってる国なわけよ。だからこれがね、まあ戦争になれば大変だっていうのは先喋ったけれども、これが貿易だったり国との条約結ぶときになってくると、日本この条件飲めないんだ、へえって、アメリカさんだとすれば、アメリカだとすれば、じゃあうちの牛肉いらないよねってなると、なったりね。まあでも実際アメリカはね、牛肉売りたいからなんとかして売るんだけども、いらないよね、中国からも、いやうちの野菜いらないのみたいな、そういう力のパワーバランスにも関わってくるような問題なのね。だから本当は日本って工業とか IT とか、まあいろいろそれも大事だよ、それも大事なんだけども、より力を入れなきゃならない産業っていうのは俺は農業だと思うんだよ。農業で国民をね、自国内の生産で食わせていけるだけの生産体制基盤を築くっていう、これがこれこそがやっぱ国が安定するとこなんで、いくら工業でいいものを作って出してもね、国と国との貿易条約のあれで揺らがされたり、もしくはどっかで情勢不安が起きたり、海で海賊がね、貿易のなんだ路線っていうか、そういう海のね場所を閉鎖したりとか、今回みたいに感染症が広まったりってなってくると、食べ物が手に入らないっていう状況になると、すごく不安になって、国民も不安になって、ね、まあ、トイレットペーパーはこの間買ってらったけれども、それがさらに進んでくると、今度は食料品の買い占めとかが起きてきて混乱になってくる。でもその時、国内で賄ってる食べ物いっぱいありますよってなればなんとかね大丈夫なんだけど、現実は 37% 3分の1しかないと。さらにもし石油とか鉄とかそういうものがなくなってくればもっと落ちるから、この辺は俺すごく不安だなと思ってるんで、やっぱりそういうところもっとね政治で やっていかなきゃいけないんだよね。どうしても企業っていうか民間に任せとけば金儲け優先だから、そういう国民の生活の安定安全っていうものまでは考えないから、民間っていうのは当たり前なんだけども、考えてる人もいるけども、だからやっぱそこは政治で何とかしてほしいなって。農業政策ね、ただ農業で儲けよう、一緒になって儲けようってんじゃなくて、安全保障っていうことにも考えて含めて考慮して、政治ってものをやってくれる政治家いないかなって。まあいないんだけどね、一緒になって金儲けするばっかりなんで。でもそういう危険性もあるんだと、その食料自給率の問題はっていうことをちょっと頭の片隅に置いといてもらえればなと思います。